このブラック部活という言葉ご存知でしょうか。これは学校における長時間の部活動が教員や子どもたちにこうした過酷な負担を強いている状況を指している言葉でして、今社会問題として注目が集まりつつあるんですね。この課題を改善しようと、静岡市は新たに中学校における部活動に関するガイドライン案を示しました。生徒や教員の負担を緩和すると期待されていますが、実際教育現場はどう見ているんでしょうか。静岡市駿河区の大里中学校では今日の放課後、さまざまな運動部の生徒たちが汗を流していました。この部活動を改革しようという取り組みが今進められています。近く大会があると引率参加ばかりではなく、運営の方にも携わっている先生が多くいまして、そういう意味では先生の負担もあると思います。この部活動、活動時間に明確な決まりはなく、学校や部によってはほとんど休みがないというところもあります。一部の部活動では生徒も教員も心身ともに疲労感が募り、学校生活や業務に支障をきたすケースも。ブラック部活と呼ばれる社会問題まで発展しています。やっぱりいいパフォーマンスをこうしていくためには、適度な休息っていうのはね、やっぱどうしても大切なんじゃないかなって思いますので、こうした状況を改善するため、静岡市教育委員会は部活における新たなガイドライン案を作成しました。案では中学校の部活動について原則平日3日、休日1日の合わせて4日としたほか、1ヶ月の活動時間を45時間まで、1日あたりおよそ 2.8 時間と定めました。生徒に学業と休養の時間を与え、教員の長時間労働を緩和したいという狙いがあります。練習メニューをやっぱり何が大事かってことを考えながら組むことで、子どもにとっても指導者にとっても非常に時間短縮になりますし、効果的なものが得られるんじゃないかなと思っています。一方、部活動に励む生徒たちは活動時間が減ることをどう感じているんでしょうか。部活だけじゃなくて学業もやるっていうのも大切だから、休みが増えるっていうのも大事だと思います。部活をたくさんやっていく中で勉強を両立していけばいいと思うんで、このまま部活は減らない方がいいかなと思います。休みの日もやっぱサッカーしちゃうんで僕は。静岡市教育委員会は来年度からガイドラインの実施を目指したいとしています。